プロカテロールは、第三世代のベータ2、アドレナリン受容体刺激剤薬である。第三世代の薬物は、ベータ1受容体への作用が弱くなっているため、心臓に対する副作用が少ない。気管支喘息、慢性気管支援、排気腫などの慢性閉塞性肺疾患の対象療法に使われる。プロカテロールは、ベータ2刺激薬の一種であり、 低量噴霧式吸入器等を用いる、吸入剤または、蛍光剤の形で投与される。吸入剤は、気管支喘息の発作時に、リリーバーとして使用されるのに対して、蛍光剤は、発作予防の長期管理に使用される。プロカテロールは、β にアドレナリン受容体を活性化し、気管支ひらなめ筋を弛緩させる。副作用として、新鮮、動悸、吐き気、頭痛。 貧脈、など起こることがある。下期疾患の軌道閉塞性障害に基づく、呼吸困難など諸症状の寛解気管支全息慢性気管支炎、排気種、急性気管支炎、ズダ様気管支炎なお、吸入薬では、急性気管支炎と、ズダ様気管支炎には、適用がない。また、吸入薬は、全息発作に対する対象療法剤であるので、 本材の使用は、発作発言時に限ること。と添付文書に明記されている。重大な副作用としては、ショック、アナフィラキシー、重篤な血清カリウム地低下が知られている。吸入剤を過量使用すると、不正脈、薬、心停止等の重篤な副作用が発生する恐れがある。塩酸プロカテロールは、以下の商品名で販売されている。 メプチンメプチン他に多数のジェネリック医薬品が各社から販売されている。メプチンエアーはかつて添加剤として CFC が使用されていたが HFA に転換された。またドライパウダーのメプチンクリックヘラーもある。メプチンドライシロップ0.005%添付文書。2016年7月19日閲覧。AB メプチゲア 10g 吸入100回。2016年7月19日閲覧。ありがとうございます。